今真鍮の板からですね、このように、お客様の、綺麗なガラスの石、取り出した石 に合わせた土台を作りまして、こんな感じでですね、でこれから、爪など穴開け、石穴開けたり、爪を立てたり、ピアスの棒を立てたりして、2つですね、